で川田さんもみんながいなくなった時に川田さんと伏さんだけが残ったっていう局面に、それ次の段階ですよね。次の段階ですよね。3段階ぐらい、3段階後かもしれないんですけど、この心境っていうのは似たものと理解してよろしいんでしょうか。もういつになってもずっとそのまま残ろうと思ってたんで。ああそうですか。さすがに最後辞めたのはあれはもう1年以上もずっと全くお金もらってない状態で、はいはいはい、まあまあそうですよね。最後淵さんと川田さんだけが残ったって、あったんですよ、2000年ちょうど2000年西暦の、あのノアンがね、できて、そうかそうか、はいはい、川田さんと淵さん以外の15、6人がノアに行っちゃったんですよ、で川田さんと淵さんが残って全日本プロレスっていうあれを残すんですよ。いや俺正直でもあの時は全日本なくなると思ってたんで、いやみんなそう思ってましたよね、正直ね。何ヶ月間かぐらい新日本で使ってもらえないかなって対抗戦、あの辺はもうやけくそな心境ですか。やけくそって失礼ですけど、いやだそこまで思ってたほど、まあ緊張しなかったっていうか、もうあれ毎回言うんだけど、あのリングに上がるまでに、ええ、今までの全日本ではなかったような、そういう花道を歩っていくだけで、ええ、あれだけビールだのものだのいろんなものを敵のようにぶつけられて、そう、これは全日本にはなかった雰囲気だなって思って。あ、完全な、あれ、いいですよね。でも、本来昔はそうだったのよ。なんかね、ヒールだとか外線もあるファン同士まで敵対意識があったっていうか、本来ね、そのシチュエーションじゃなきゃダメなんですよ。そうですよね。そういうね、ピリピリよく、だから、そういう風に対抗戦とか、なんとかっていう風にプロレスでも言われているんだけど、はいはい、今団体同士の対抗戦、はい、対抗戦とは言っているけど、うん、対抗戦という名の、今は交流、ね、戦ですもんね、どっちかって。天竜選手が動くときには、はい、これは多分もう常識的に川田が一緒に組むもんだから、まあ、みんなファンがあれ思うでしょ、思ってましたよね、うん、タイプ的に、はい、うん、これはもう 100% 思ってましたね、これはもう随分川田さんも過去本人も書いたんですけど、誘われてもいないんですか。他の選手も誰も誘われてないんじゃないですか。ほとんどみんな自分からついてったっていうような感じで、わかりやすく言うと、天竜さん私もついて行かせてくださいと、こういうパターンだったわけですね。だとその天竜さんにそう言ってるっていうよりも、みんなが行ったから俺も行こうっていうような人たちばっかりだったんじゃないかなと。川田さんはそういう気持ちは全くなかったですね。本当に ずっと全日本に入ったら、もう最後までずっと全日本っていう、つもりでいたんで、ある時の時は僕みたいなもんだった。そうですね、僕もそうだったね。無理やりトークだから似通わせようと思ってるわけじゃなくて、ね、そうあ、かなり僕は似たようなね、うん、そうお二人は残ったという。そう。だから、まあ、前田の時もそう、長州の時もそう、そうね、あの大群で出てた時、モニオンプロレス離れたから、僕は今回初めて言うのかな、まあ、前にも行くなんか言ったかな、新日本プロレスが出た時の理由っていうのが、本来はなんか、何人か出て、なんか団体やるから僕も一緒に行って、そういう感じで、そういう単純なことじゃなくてね、猪木さん自身が、まあ、もう、オーナーじゃなくなったんですよ。オーナーじゃなくなったんですよね。そこが僕はもう意図が普通ですよね。わかりやすいですよね。そうです。もう猪木さんのものじゃないっていう。はい、はい。それじゃあ最後になりますが、お二人に、何だっけ、今後の。そうですね。お二人、それぞれの今後の目標と、うん、あとちょっとお二人、互いにエールをいただけたら、はい、お願いします。こんな感じで。うん、じゃあ、藤原さんのほう、僕のまあ今後っていうか、まだ今一応ね、はい、もう50年過ぎて、一応まだ、まあ、試合数はね、もう全盛期のあれと違って少ないけど、一応まだ現役っていう、まあ、言語が一応上がってられるんで、はい、まあ、それが上がるからにはそれなりのも、確かにもう今のところ選手とね、はい、なんかこう渡り合えるっていうのは非常にこう厳しくなってきてるけど、まあ、自分なりになんとなくこう、まだ上がれるっていうモチベーションだけは持っていきたいなっていう、はい、だからでもね、
気持ちの中では今一番だから自分の中で楽しいんですよ。ああ、そうですね、やっぱプロでやっぱりいろんなことをやってきた中でやっぱり今若い選手とあのいろんな遭遇もできるし、いろんなこのなんかプロレスの歴史をなんかずっとね、はい、見ていけるっていうのかな、うん、そういうことでは今あることで自分の今気持ちをこうねそっちの方に切り替えてますね、はいはい。50周年のあの興行もまだございますんで。そうですそうです、はい、だからこれから東京大阪福岡とかね、はい、ファイナルは12月の1日の、はい、代々木はもうこれ50周年の一応記念大会のファイナル、はい、僕の引退じゃないですか、ね、はい、わかりました、はいはい、一応だからそれを目標にね、はい、あの進んでます今、はい、じゃあ川さんもよろしくお願いします。はい、そうですね、僕は一応まあ内田さんの命日っていうか、あの人がいたから高校で出会ってずっとそういうふうにプロレス続けてきてて、まあ亡くなってちょっと自分のずっとその団体は別になったけど、その高校生の時からずっと追いかけてきてたもので、それが亡くなってちょっと考え直した時に、ああもうリングからはちょっと引こうかなって僕は思って、まあ引退試合っていうのはやってないんですけど、もうそこから引こうかなと思って、もうずっともうね、亡くなってこれだけ日にちが経っても命日にはこう話題が出てくる人ですからね、はい、水谷さんに関してはもうやっぱりその中学時代から憧れのあのプロレスラーですし、であの僕らが見てた頃っていうのは、あの大きくないと、うん、人並み外れて大きくないとプロレスラーっていうのはできないもんだっていうことがあって、そのかすかなその望みみたいのをちょっと思わせてくれたのが藤波さんだった。もちろん大きいですけど、その少しは僕らでもっていうふうに思わせてくれたのが藤波さんだったからね。だからそういう面ですごい勇気づけられた、はい、あの憧れる選手です。まあお二方まだね、あのプロレスとようなりになり関わりが随分あると思いますね、はいはい、今後ともあのプロレスを見捨てずに、はい、いや見捨てるどころか、ね、もっともっといろんなことで多分かかっていくでしょう ね、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、今日は長いことどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました、ありがとうございます。